やばいね。おお、すげえ。てさん、てさんこれ見てください、これ。これゲームでやす。おお、すげえじゃん。これやばくないですか、クオリティ。めっちゃいい。いや、なんかこうやって人のおしゃれなデスク周りとかゲーム部屋見るのめっちゃいいっすよね。ああ、めちゃめちゃ暇つぶしになるよ。あと、欲しくなる。ああ、わかる。これなんだろうっつって。あるあるだな。うん。いや、これすげえわ。うん、てか、テイルさん、一回タグ作ってますよ。ああ。今すぐ撮ったゲーマーのデスク。あの、一瞬だけ流行ったやつ。一瞬だけ流行った。結構みんなツイートしてたよ、あれ。あのね、明らかに今撮ったであろう汚さのやつをちゃんと片付けてから撮っただろうなってやつが結構いた。そうだ。あれ、かなり暇つぶしになるんだよね。いや、なんか、ああいう募集して見るだけの動画とかやりたくないですか？ああ、いいかもね、うん。めっちゃコスパいいじゃん。ね、やろうよ。というわけで、第1回デスク周りコンテスト、はい、というわけでね、デスク周り見てえなって思いつきでこの企画やろうと思ってスポンサー様に問い合わせたところ、なんと今回商品提供いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クラフト様とね、トレーザー様に提供いただきました。はい、この商品はこういった形になっております。この辺出てます。で、この中からね、僕らが独断と偏見で、まあ、ツイッターで募集したやつの中からテルシャン賞、イケサン賞、農家賞を決めていってプレゼントするという企画になっております。ツイッターの方ではもう募集が終了していまして、なんとですね、150人以上がこの企画のために応募してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえわ。一応注意なんですけど、ちょっと動画で全員紹介するってなると3時間コースになってしまうので、全部僕ら見るんですけども、一部抜粋して紹介していきたいと思います。はい、そしてお金かかってるからこの人を選ぶとかじゃなくて、本当に僕ら本当独断の偏見でやるんで、こんなに素敵な部屋なのになんで選ばれなかったんだとか、はい、なんでこんなお部屋が選ばれてるんだとか、そういうなんかあの批判やめてください。あのちゃんと書いてあるんで、はい、独断の偏見で選ぶっていうのは。じゃあ早速やっていきましょう。はい、あのまあ上から見ていくと、まあうちの編集者のユなんだけど、応募してる、うん、応募してんねんな、こいつ。応募してるね。応募してね、きったねえな、こいつね。たぶんこの動画もこいつが編集してるんだけど。綺麗に格好してくるの。きったねえな。この拙者きったねえな。誇りが。リモコンの拙者きったねえな。ブロワー買え。こいつしかもさ、メインモニター、うん、アイオデータじゃない、これ。あ、本当だ。これ、右だけアイオデータのギガクリスタで、左と真ん中これ、ベンキューじゃない、これ。うわ。うわ、こいつマジで。あ、マイクもちげえ、これ、レーザーじゃないじゃん、これ。あ、本当だ。あ、こいつ、うちの編集やってんのに。うわ。俺とケンキと今 B の編集やってんのに、うん、ちょっとこいつは呼び出すか。呼び出すか。でもちゃんとマウスキーボードはね、マウスキーボードもこのために出した切ない。応募できないから。そうそうそう、応募するために。こいつやってんな。うん、失格です。独断と偏見だから。次はヒカルさんかな。ほとんどレーザー製品は父製の営業、そのうち8割がテルシャン、希望は農家の息子賞でお願いしますということで。あらあら、あら、おしゃれな部屋だね。これだって部屋の電気もピンクやで、これ。ああ中高生の頃の俺らの部屋。俺らの部屋。農家の部屋とかもだってなんか電球なんかブラックライターみたいにつけたもんね。そうだね。ああ、部屋の壁は黒く塗って。部屋の壁全部黒く塗って。やりがちなやつ。俺の部屋なんてもう全部ピンクの表柄だった。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだわ。全部ピンクのヒョウ柄でピンクの電気つけて。その頃からずっと好きなんだよ。好きじゃねえ。この人の部屋はちょっと暗くてデバイス、あ、これブラックウィドウかな、これで、ブラックシャークで、これキズナアイかな、これ。いかんの。あーですね、多分だよね、多分キズナアイっぽい、うん、これは何使ってるの。バシリスク使ってるね。アルティメットだ、バシリスクアルティメット、うん、はい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 、もうこれだけですけど。はい、で次三つ胸、ね、おーおー、ガンダム。これは左からメタルビルドのストライク、メタルビルドのフリーダム、メタルビルドのデスティニーで、メタル魂のロボット魂のこの他のシードシリーズですね、これが。詳しい。これいい趣味してんね。うん、はい、これ見て見て、これパソコンのここザフトのマークって。あ、本当だ。これはシード好きな、もう多分俺らと同じ世代ぐらいやで、これ。すごい、これ。はいはいはい。はい、ハンマーヘッド使っていると。愛用していたレーザーのイヤホンのカップヌードルの汁に中に沈めしまったカップ。なんでこのスタジオ。なんでツイート貼ってんねん。あ、まあかなりこれは高評価ですよ。いや、いいね。ガンダム店入れたい。ガンダム店。ガンダム店入れたい、これは。はい、次見ていきましょう。はい、キントゥーン。あー、いいね、いいね、いいね。しかもこれどっちもギガクリスタだ、これ。お、偉い。で、ハンツマンで、これはなんだこれ。よう見えんけど、バシリスクっぽいか、なんだ、違うな。
バイパーですか、ね、バイパーだね、はい、バイパーで奥がナーガかな、ナーガっぽい、ああ明るいバージョンもちゃんと遠目から撮ってくれてる、ありがてえ、やっぱテルさんと同じのつけてるんだ、ああ観光一緒じゃん一緒で、椅子はイスクルのイキさんが使ってるやつ、パブリックのやつで、はい、あしかもこれあれだ、バウヒュってだ、バウヒュってあれこれ俺のファンだなすげえな、あそうか俺の企画に応募してきてるからみんな俺のファンかあーはいはい、はい、あやっぱあれだね、ナーガだね、全然バイパーじゃないのほらほらバシッほらほらちゃんとグリップテープも貼ってて、うんうん、はいはいはい、テックあと河原箱池山椒ということで、はい、なるほどなるほど、マウスがマウスがよく見えない、マウスモザイクですでもブラックシャーク使ってるね、はい、でモニターがこれ右だけギガかな、右ギガクリっぽいけど、あ違うわ、弁球とこれは H あまあ別に、まあ、関係ないですよ、関係ないですよ、です僕ら の, そのスポンサー以外使ってても別に関係ないですよ、全然当たる可能性ありますから、ね、はい、次長田さん農家の息子賞応募と思うので、ヘルシャの動画見てなかったらレーザーに出会ってなかったと思います、おおすげえレーザーさんボーナスください臨時で臨時ではい、はい、あかっこいい撮り方してんな、これは写真センスあるけども、ちょっと待ってデスクトップひどいことなってる、ひどいねすごいね、アイコンエグいけどこれ どうなってんこれアイコンエグいけどこれあれだね、古い方のハンツマンだね、古い方はここのこれも光るんですよ、このリストのところも、あーあーそっかそっかそっか、はい、AG03 使ってバシリスク使っててハンツマンだ、はい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 、モニターがまあ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 、かっこいい、かっこいいというかこれ俺と同じケースだよこれ次ユグテルシャンショーを希望、テレモの動画でループデックやレーザーを購入、超作業がはかどる、作業してそう、音楽とかなんか作ってんのかな、なんかね、すげえ、やっぱこういう時はミニだね、ああハンツマンミニ、はい、うん確かに確かに、でデスアーダー使ってるんだ、これはなんだクラーケンか、クラーケンか、うん、でマイクもセイレーンで、あキヨプロだ、いいですねキヨプロ、いいカメラですよこれ、あでこれスペックスかな、スペックス違う、明かりかこれ、明かりじゃない、明かりだ、明かり使ってんの明かりを縦に使っているの、滑りまくって止まらないでしょ次、ネッコニャンテルシャンショーで応募させていただきます、はいはい、暗いですね、部屋がそうだねあー、これあれだブラックウィドライトかな、かなり綺麗なやつ、俺もサブで使って、池さんも使ってたやつ、はいはい、白で統一してんだな、バシリスクの光り方もね、うん、てか、俺のリスナーだからかバシリスク率多いね、ね、うん、結構バシリスク使ってる、うん、めっちゃバシリスク率、うん、バシリスク率が多い、なるほどな、次、テルシャンショー希望、春サメかな、ハンおいキーボードの割り当てが今ね覚えられず、マスキングテープを貼っておしゃれキーボードぶち壊しながらがミソです、フレッチじゃん、ああなるほど、すげえなんかマスキングテープどういうことどういうこと、結構貼ってるな、12に12ってマスキングテープ貼って書いてる、えどういうこと、タブのところにイって書いてあるけどカタカナのイって なんなんだろうね、えこれ詳しく聞きてえなえなんで触り心地が分かるようにってことかな、だって主要なキーだけ色変えたらいいじゃん、ね、えなんだろう、なんだろうね、ちょっと気になるねで、マウスがバイパー、バイバー、マウスパッドもレーザーで、はい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 、ハンマーヘッド持ってると、はい、でストライダーですかこれ、うん何が、あこれ、はい、これストライダーじゃない、いいよストライダーじゃないこれはゴライサス、ゴライサスか、うん、ストライダーこんなでかいないから、キーボードほら なんだこれ、本当にいいって書いてある、絶対なんなんだろうな、戦うって書いてない、戦う切り間中え、この人が何のゲームやってるか何やってんだこれ、何やってんだ、まあ V で格闘っていうのはまあまあ結構、あ医療キットだ、いいわ、でセルだ横、あこれ APX ウィンだなるほど、あ中が注射かな、あなるほど、うん、で医療キットでセルで、うん、その横が読めないけど APX ウィンだね、ダブル ASD に矢印書いてんだよな、ダブル上の矢印で S にちゃんと下の矢印でキーマは多分ね、うん、最近初めて頑張ってるんだと思う、あちょっとこの子応援したい池さん小規模最近引っ越してきて整えたゲーム環境ですのことで、はいはいはい、あらいいわね、あらいいね、あらいいわね、はいはいはい、はいはい、原神好きなんだな、エウレア、これ原神のエウレアってキャラだ、エウレアっていう体験持ちの氷キャラですね、パソコン G チューンですね全然いいんですけど、あこのあのカップ入れるやつ好きよ、これわかる、わかる、これ好き、これあこれアイオデタっぽくない、モニター、おサブモニターが、いやわかんないわかんない、池さん小規模シェルター、マウスのグリップテープがお気に入りとのことで、あ、ちゃんとツイートを写してくれてる、あーすげえ、ブラックシャーク使ってて、バシリスクだ、バシリスク、圧倒的バシリスク率だな、マジで、ちゃんと訴求効果出てんないいね、うん、いいね、生活感あっていい、こういうの好きだよ、俺、はい、ワンちゃんの写真、ずるい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 、これ入れとけばいいんだろ、ずるいずるい、失格です失格ズルですこれチートですこれ
このコンテストにおいて可愛いペットの写真貼るのはチート行為です。ゼロ丸。もしなんか医者かなんか。医者？うん、俺認知してる。認知してるって言い方。理学療法士。おー、認知してる。レーザーがすごい好きでたまにツイートしてるから。おお、バシリスクだ。すげえな、圧倒的バシリスク率だな。うん、でこれはクラーケン V3 の方だね多分これね。うん、アルティメットはここの網網のところが光る。あ、そっか。うん、あ、暗用データでしかもこれ。おお、暗用データで、あ、これ、あの充電のやつ、これ日本で売ってない、うん、レーザーの充電のやつ。あ、すげえ。ああ、コースターも置いてるし、うん、これはあの非売品のやつですよ。あ、いいねいいね。うん、やっぱレーザー大好きだね。あ、ちゃんと買ってるもん。グッズちゃんと買ってるもん。これ長尾製作所さんのマウス台、うん、これあれストローのやつか。そう、ストローのやつ。素晴らしいお部屋でした。すげえな。次、さくらさん。リバイアさん V2 まだお迎えできないのでミニ愛用しています。テルシャンショー希望ということで。あ、これリバイアさんミニだ、かわいい。これ俺欲しいんだよな。俺持ってないんだよな。いいな。あ、これも欲しかった。このステイホーム&ゲームオンのやつ、これ、はいはい、これ一瞬売られたんだよねストアで、うん、でも手に入らなくて。あ、もうすぐ消えちゃったんだ。そう、これここに置いたの、これバンダナじゃないか。これバンダナ、うん、かなりレアだと思うけど。あ、すげえな。なるほど。あ、これしかもほらテスターのスイッチ、ストアでお買い物とかしないと福袋とかじゃないと手に入んないんで、福袋とかその、うん、いくら買ったらの特典でもらえるやつ、非売品のやつなんで。これあー、ハンツマンでしょ。うんうん、あ、これもこれも特典ですよ。これかっこいい。しかもこの方、いや、写真上手だね。上手だね。俺ら3人でも写真下手だから下手だから。いや、見てこれ、レーザーのこれ、うん、お菓子、これマフィンとね、このガラスガラスの瓶にこれキーキャップ入れるのずるい。これこれずりー。めちゃめちゃ可愛い。これずりー。これ真似しよう、真似しようぜ。これキーキャップめっちゃ待ってるから。ずるー、マジか。全然イチゴのチョコレートかと思った最初ね。めちゃめちゃ可愛い。これやっぱセンスあるよ。写真の撮るの上手い人ってセンスあるよ。こういうこんな可愛いガラスの瓶にこうキーキャップ入れようと思わんもん。思わん。このガラスの瓶の蓋見てください。これこの木のこれこう木のこの感じ、はい、こんな可愛い瓶持ってないですからね普通。持ってないですからね。お菓子と一緒に写そうって発想も出てこないもん。出ない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 。いやー、これは可愛いな。すげえな。池さん賞応募させていただきます。自重さん、暑くなってきたのでライティングが涼しげな水色に設定しています。なるほど。あ、なるほど。季節でライティングの色変えてくるのか。賢い。クラーケン使ってる。これはクラーケン V2 かな。うん、なるほどなるほど。はい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 、はい、アンツマン使ってて、でこれはパイプ。そう、パイプはすぐ出てこないんだよ。次、タキ。 HDD が壊れちまったので少し前の写真ですが、主にエアガンが映えそうな感じのデスク環境です。すげえ、すげえ、かっこいいね。かっけえ。あったかそう。暖色もいいよな普通に。ね、うん、いいね。暖色ってなかなか選ばないんだよね。うん、この子確かあれだよね、俺レーザースターでイメージやった時来てたよね。あ、来てた人。うん、確か来てたような気するけど。で、この銃のレーザーのこのあの写真の人かみたいな、なんか記憶があったりなかったり、過去の話なんで覚えてないですけど。でも認知してます。認知。この銃がすごい特徴的で、この、うん、これで認知してる。次、ヒッシー。テルシャン正規も初めて買ったレーザーデバイスはブラックシャーク V2 でした。テルシャン動画のおかげで幸せな沼に浸からせていただいてる。幸せな沼。はい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 。なるほどなるほど。かっこいいね。これもうかっこいいね、このスピーカーです。これなんだっけ、名前出てこねえや。ウルバリンだ。かわいいね、はい、いいね。写真撮り方うめえもんな。うまい。あーシード、池さん賞でお願いします。デバイスから PC ケースまでレーザーです。あ、原神のレーザーだ。おー、で、クラケン V3 で、椅子もちゃんとイスクルだし、うん、ケースもあれだ、レーザーのケースのやつだ、はい、あー、で、ハンツマン使ってて、欲しい、モニターが欲しい。池さん賞で覚えさせていただきます。数、青で統一してる。みんななんかちゃんと色、部屋の色統一してるよね。ね、おしゃれだわ。おしゃれだわ。おしゃれだわ。モニターの裏にライトあるでしょこれ、うん、上にエイススのルーター引っ下げてる。これ佐藤さん、農家の息子賞、レーザー製品が増えて幸せも増えました。いいこと言ってる ね、 いいね。スリーブ持ってるこの人。おレーザーのあのスマホゲーとかするようなスリーブ。珍しい。あ、いっぱい買ってるね。 V2 プロ。はい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 。ルト、テルシャンの動画企画でバシリスクを買ったらチールドホイール過激化になったので。一番テルシャン賞でお願いします。いつも動画楽しみにしてます。過激化にしちゃった。あ、俺と同じ過激化になっちゃったから。全てのマウスにチルドホイールつけろ派ね。いるんすよね、過激派が。アルティメットね、いいよね。いいね。レーザーの方がかっこいいな。あ、これね、うん、壁紙。左のモニターが IO データで、右は違うかな。なんだかな。ぽいな、でも。はいはいはい。池さんに応募します。ちょっとゲーミングデスク部屋っぽくないですが、レーザー線にちゃんと映ってるけど、レーザーを探せみたいな状態、キーボード試しみたいです。あら、おしゃれだ。おしゃれだ。おしゃれだわ、もうね。おしゃれだわ。おしゃれ。公式の絵買ってくれ。綺麗になるね。うん。
あらどこレーザーマウスかマウスがバイパーっぽいなうんっぽいねっぽいね平日予算使ってるいやおしゃれ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 あびっくりした机高すぎと思ったえ机高いよね高いよ高いよあ、うん、あの多分あのスタンディングデスクだのああのウィーンって開けたの目の錯覚に見えたはっちゃんあとはくらピシマリが寂しいので充実させてですねマウスをレーザー戦車でテルシャンジョ希望ですので見てください今回初ですよこれ地べた派初だねうん、ザイス派とかいうのかな、うん、アドビームとかもそうなんだけどね、地べた結構いいよね、うん、そのまま寝転がれるからそうだね、うん、で、これバウヒュッテのやつ使ってるね、これねワゴン台お、バウヒュッテだうんうんうんバシリスクだ、はい、お、本当にバ…あ、パッパッあ、違う違う違ったモザイクかけときます危ない危ないバシリスクじゃねえ危ない危ない危ないたくえでもキーボードブラックミードの古いやつああそうだこれ使ってるやつか2016だねやつですねうん夏日長さ池山賞で参加させてくださいテルシャン池山農家さんの農家さんの会員でゲームに見せレーザーの感謝が高まってきています今後さんに感じるのが楽しみにしますうーんおしゃれおしゃれおしゃれうん綺麗にまとまってて白で結構統一してるね、うん、PS5 持ってるほんとすげえ PS5 持ってるぜとうん、いいぜあ、で、キーをもちゃんと持ってあ、ちゃんとレーザーデバイスでバシリスクですよバシリスクだね圧倒的バシリスク率だな、本当に本当に、で、IO データのモニターだ、ちゃんとメインがレーザーのバンジー出てきたのあれ久しぶりか、初あー、マウスバンジー V3 うんあ、確かに、言われてみたら初めて出てきたかもしれない、うん、今日これ、ここにもチャージャーもあるわ、ここにほら本当だよう見たら、チャージャーっぽくないこれチャージャーか、あのヘッドホン置くやつじゃないこれ別の角度の写真で写ってそうあ、ヘッドホン置くやつだ置くやつだうん、なるほどなるほどあー、でも綺麗にまとまってガラスいいよね、うん、俺ガラス割れる可能性あるから嫌いなんだけどガラスいいよねチップスはゲーム農家の息子賞精密ドライバーあるわこれは昔のバシリスクだねうんうんレベルインフィニティのパソコンとねあ、ほんまやいいね、うん、いいよで、ギガ振り出しちゃんと、うん、で、キャノンのプリンターもあるしキャノンのプリンターキャノンすごいバシから追加できたあー、これ俺と同じケースですよこれは何さんだノブアット豆腐俺と同じケース使ってるはい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 、はい、漫画が何持ってるか気になるね気になるこれ方針演技っぽくないえこれ方針演技じゃない方針演技かなこれ方針演技じゃないタッタッタッつって漫画のことが一覧パッて写真あったら面白い方針演技じゃないこれいやなんか違うようなえこれ方針演技じゃない方針演技じゃないよね気がするこれだとジャンプコミックスでしょこれ違う0102かあれこれ方針演技っぽいけどな次リザーかな池さん小規模レーザー製品は、レーザーフォンレーザーフォン2エレクトラ V2 珍しいの持ってんなエレクトラこれですあの、はい、ヘッドホンレーザーフォンどここの左のやつかあしあこれだうわおしゃれ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 あおしゃれだねレーザーフォン2持ってるのなかなかいないからな、まあ、ひぎょ総長池さん飛び棒とかじゃないの飛び棒かな飛び棒かなひぎょかっこいい読み方じゃったかっこいい読み方じゃったちょっと部屋暗いですけど、まあ、レーザー製品で揃っていますね、ちょっと僕に恥かかせたんで失格です名前から考えないといけない全員ひらがなにしてくださいキラさんかな、はい、はい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 おなんだこれ VTuber か VTuber 好きなんだ VTuber っぽいけどなわかんねえな学生っぽいなはい、コウスケ、テルシャンの動画見てからレーザー製品が大好きになりました。これからもいろんな紹介でよろしくお願いします。池山賞希望ですと思うので。はい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 、はい。この間のワイパーの動画。うん、はいはい。で、これ、バシリスク V3 ですね、これ。おお。いいですよ。で、これが、あれこれ、デスアーダーとバシリスクとバシリスクだ。いいね、壁の木もかっこいいよね。まあ、ほんまや、よう見たら、ね、壁木やん、これ。そう。ログハウスに住んでる。かっこいいよね。ログハウスに住んでる、うん。いいな。こういう木もいいよね。いいね、うん。農家の息子賞をでお願いします。あペット映ってる。かわいい。ペット映ってる。めっちゃかわいい。かわいい。トイプーかなこれ。かわいい。かわいい。ああレーザーオーディオ買ってる。買ってる。ありがとうございます。いいね。はいはいはい。楽しかった。いいね。いいね。いいね。うん。はい、でもちょっとペット映ってたんで、うん、嘘ですよ、冗談ですよ。A2 池山賞で風呂上がりで急いで撮りました。あ昼間と 夜に撮ってくれてる。おお、バシリスクとか、本当にバシリスクでえぐいな。えぐいな。えぐいな。不況し刺さってるな、ちゃんと。ね。うん
あーなるほどね、かっこいいかっこいい、いいね、いいね、いいよいいよ、シンプルでギリギリのプー太郎、ぐちゃぐちゃですか、生きてるシャンシャン欲しいです。あーちゃんと動画撮っ、うん、うん、何の動画だこれ、左のやつ、待って待って、これあれ、あーあの事件っす、あーあの事件か、はい、オッケー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 、これすんごいボロボロ、これ机上げたい、逆に逆にもうめっちゃ割れちゃってるじゃんこれ多分もうなんかそのマウスとかそういうのにデスクだよこれまずはだってこれ多分カッてやったらこことか引っかかるよこれ危ないで引っかかっちゃうこれこことかにカッて危ない危ない、はいはい、あーちゃんと精錬とか、あー全部レーザーで揃ってるねほぼね、うん、いいねいいねいいね、マウスパッドは、まあ、そうですね、でかいですかマウスパッド、いやマウスパッド使ってなくないマウスパッド使ってないんかそんな人間いるマウスパッドはあれマウスパッド使ってないんならマウスパッド使った方がええで、あれかなレーザーじゃなかったから忖度したかもしれない、あー気使ってる、気使ってくれたかもしれない、すって天才かよいいぞ気使えるのいいぞ気使えるのかなり気使え気使えいいぞ、うん、じゃあモニターも外しといてほしかった次、南か池さん賞でお願いします、はい、デスクは自作、パソコン8年くらい前買った年代物、デスクの動画機械にレーザー製品ハマりましたのことで、ブラックシャークとブラックウィドウの古いやつ使ってるね、でバシリスク V3 だ、うん、でアイオデータのモニターを使ってると、なるほどな、すげえな、うん、アイオデータのモニターですこれ、あれだ、あれに木の板乗せてる、この椅子で座ってプレイしてるのとね、結構なんかまあ秘書秘書欲しいよねへえなるほどな、次アームテレシャン初期も初めてレーザー買ったんがハンマーヘッドプロ V2、 もう5、6年くらい使い続けてるかも、ワイパーのマキリホワイトがかっこよすぎ、うーんなるほどなるほど、あ見て、あおー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 使ってる使ってるちゃんとあのアルコールがあるはい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 、アップルさんの帽子と、あーほんまや、アップルの帽子とバシリスク使ってるのと、あとエタノールがあるっていうエタノールでちゃんと拭いてんのかな、うん、あれ、うん、地下野郎マウスを振り回せるように 120cm×60cm 巨大マウスパッドを用意して普段からゲームしてます、なるほどな、バイオより機能性重視のことで本当にバイオより機能性重視だなはみりすぎだろだらーんだってでっかいマウスパッドだったらレーザーのねギアンタス V2 の、3L サイズがあるんでね、はい、よかったらそちらお買い物くださいで、どこだレーザー製品は、これはね、これ違うんですね、これかな、右のやつかな、お近づいた、あーいやわかんねえ、これだとあギガクリ買ってる、でも真ん中がギガクリスタですね、あーあー、はいはいはい、これ名前出てこねえんだよなタルタロスか、タルタロスか、あでブラックシャークも使ってるといいですね、はい、次ジムジムさん、テルシャの動画見始めてから気づいたらデスク周りレーザー製品だらけになってしまいました、全部揃えてからからこれ半年が経過してますが、どのレーザーデバイスも使うご自宅でテルシャの賞を希望します、なるほどなるほど、 PS5持ってますよこの子持ってる、 PS5 持ってるよ、ライオンキングが目立つな、なんでライオンキングなのどんなにライオンキング好きでも壁紙までライオンキングせんやろあこれ奥にあるの、これあれじゃないですか、雷獣じゃないですか、雷獣かなんかじゃないですか、レーザーの PS4 用の雷獣だよねあれね、雷獣かライオン、ライオンはこうなってるやつか、あのあれ格ゲー用のやつ、うんうん、多分雷獣のアルティメットじゃない方かな、光り方的に、はい、あ、塩デバス書いてくれてるわコントローラーレーザー来週トーナメントエディション当たってたわ当たってたわ当たってたわ、すげえ、直哉池さん賞を希望します、家が狭いので基本的にこの椅子の上で生活するために必要なものがすぐ取れるようになっています、うん、おい塩に醤油にすごいな、爪楊枝といいね、こういうの隠さないの俺結構好きよ、あーはいはいはい、マウスパッドとかは隠してほしかったけどね、塩ね、いいね、普段からここに置いてるの全然ありはい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 、シニー3、4枚目が飽き性でデバイスを収支変えてる配置変えてる、なるほど、おーいいね、うん、下赤に光らせて、おーおーおー、あーかわいい、かわいい、ずりーずりーずりー、今度からマジでペットの画像禁止にしなきゃずりー、かわいい、わーかわいいな、かわいい、いいね、うん、ふーんつっていつも猫が机に乗っかってきてますよ、キーボードを枕にして寝てますだって、ずるっ、ほんまやこれだってマウス枕にしてる、かわいいこれ、ずりースヌードル農家の息子賞希望です、写真が1枚だこれ、はい、あーこれこれなんだ、これなんだろう、キーボードがよくわかんないな、これなんだろう、これわかんないや、でマウスもこの画角なんかわかんないわかんないです、次読めないなリラさん、池さん賞でエントリーします、コテコテな無機質感が苦手なので自然系と混ぜてます、自然
変形。あー、白で統一しつつ草生やしてる。草言い方ドライフラワーとかね。はいはい、あーいいね、はいはい、あーおしゃれ、おしゃれな。この絵なんか見たことあんな、なんだっけこれ、なんかすんげー見覚えあるこの絵。あらー、アネッシーだ、エイペックスの。これ何、これ砂糖みてえの、これ砂糖カワーストーン的な、なんか、あーおしゃれだわこれ、おしゃれ。はい、全部デバイスもレーザーで白で統一して、うん、ゲーミングチェアはマーキュリーホワイト、マチです。あーなるほどね、ディスクルの待ってるか、はい、なるほどな。へーこれおしゃれ、いい、ね、めっちゃおしゃれ。誰誰これ、誰誰、池三章だって。池三章。次、アンに去勢された糖質まあまあ見ていきましょう。購入すべてバイト代揃いました、テルシャン賞希望です。あら、あら、はあ、あーいいね、はいはいはい、白でね、はい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 、五等分の花嫁だから五木をピックアップする希少な人希少な人一番不人気だからね。あ、そうなんだ。五等分の花嫁の5人の中で一番不人気だよ。あ、カノカリも好きなんだ。カノカリ全然話進まねえからなそうだね。うわこの部屋好きえぐいもえぐいもおー、ちょっと待って、これデバイス、これエグいぞ結構。はい、はい、おっと